まあ、難しい局面の中でまあ崩れずに指すことができたので、まあ、その点は、はい、というか、まあ、はい、充実感はありました。おめでとうございます。商店街のものとしてもとっても嬉しいですし、今週の瀬戸物祭りにもちょっと箔がついたかなと。静岡県で行われていた王位戦七番勝負第5局、終盤まで一進一退の攻防が続きましたが、藤井五冠が挑戦者の豊島将之九段に128手で勝ち、王位3連覇を達成しました。1敗の後に4連勝と改めて強さを見せつけた藤井五冠。一夜明けた会見では、このシリーズ、そうまだの勝利も本当に難解な対局ばかり だったので、まあ、その中でそうですね、まあ、結果を出せたことは、はい、嬉しいですし、また、まあ、自分にとって、うん、まあ、そういう、まあ、難しい将棋をこの、まあ、長い持ち時間の中で考えることができたのは収穫だったのかなというふうに、はい、感じています。自身20代初のタイトル防衛、勝利を信じて大一番を見守っていた地元愛知県瀬戸市では、やっぱり強かったと思います。すごいいい将棋での、王位防衛ですね。他のタイトルもどんどん取っていっていただきたいなと思います。これでタイトル獲得10期を達成。初タイトル獲得から2年1ヶ月での到達は史上最速最年少記録ですが、そのタイトル獲得数自体はそうですね、意識していることではないので、また来月からも竜王戦などのもあるので、どの対局にも何とか良い状態で臨めるようにというのを意識して、気持ちはすでに1ヶ月後に迫った次のタイトル防衛戦竜王戦七番勝負にありました。対戦相手は35歳の広瀬章人八段。印象については、広瀬八段と、まあ、タイトル戦での対戦というのは、はい、初めてになりますけど、長い持ち時間ですとその読みの深さというのが本当に、まあ、すごくなんとか出ているのかなというふうに感じるので、まあ、それに対して、まあ、自分もしっかり、まあ、対抗できるように、まあ、やっていければなというふうに思っています。